はい。次、みなかすな君。うん。四、え、大、ー、陸フィギュアフリースケーティングの演技内容、感想、お話ししていきたいと思いますいろいろ。いろいろ。うん。いやー、僕ね、すごい好きなんですよ。うん。個人的に好きなんですけど、えー、まずこれ、長水先生とこう握手をするシーンですね。これ、最初始まる前ですけども、えー。まずね、この立ち姿、すごい身長が高いのと、 えなんかこう衣装がこういう感じですから最初こう映った時にですねなんかすごいこうインパクトが印象力がすごいですようんものすごい印象力が高いですねうん長光先生っていうとえまあ高橋大輔さんをええねあの育てていましたけどもええんか その時とはまた違ったこの三宅寿く君とえ永光先生のこの交流っていうのがなんかドラマがあるのかなってすごく思うんですよ僕この二人のえなんかドラマが見たいですね僕はうんまあそういったところはあとでドキュメンタリーとかねやっていくのかなとこれからまた歩んでいく過程でいろいろあるのかなと思うのですごく楽しみですいや本当にねあの見せ方すごいですよ本当にうんえ僕の中で MVP です 最近 MVP になっててまますす、はい、では早速演技内容を見ていきますもう最初からかっこよすぎて演技,が入っ演技内容入ってこないですよ。全然。うん、もう本当に、えー。本当にかっこいい。でもね、本人かっこいいとかっていうそういうことよりもこう、結構顔、表情があんまりこう変わらないっていうところがあるので。 ちょっとこうはみかみながらやってるのかなっていうところがあるんですけどこう最初のこう白鳥の湖なんですよこういったシーンもねうんすごいなんか訴えかけるんですよこの手をファーってやってね一つ一つのしぐさがこうぐさっとくるんですようん見てる方もねドキッとしますよみ皆さん,うん思わず一緒にスケートしたくなっちゃうそういうえっと滑りですね男の僕でそう思うんで女の子たちは多分大変です はい、これね、あのー、中盤のシーンなんですけどね、白鳥の湖の曲調、ちょっと変わるとこで、お辞儀するんですよ、お辞儀して、こうね、ちらっとこっち見るんですよ、そこやばいですよ、あのー、とてもね、えーえっと、すごい、あのー、ぐっとくるので、じ、うんジンときますね、はい、えー、女子、女子、女子必見なのかな、ちょっと分かりませんけど、まあ、とりあえず、あのー、もうずっと見てみたいスケーティング、振り付け、うん。 とても素敵、えー。衣装も素敵だし、あのー、すべて良かったなと思います。で、今回ジャンプも素晴らしかったですよ。最初これ4回転サルコのあの入るとこなんですけど、これまず綺麗に決まりました。ただ2つ目のコンビネーションが、えー、ダブルトーループ。ここトリプルトーループつけたかったところあったかもしれませんが、まあ、ダブルでいいのかなうん。でもそのダブルトーループがね、あの、おっとっとってね、あのー、ジャンプ着地した時に、 一瞬パーンってね、跳ねてしまったんですよは跳ねて。跳ねてしまったんですよ。まあそこがちょっと残念でしたけどもね。彼もその後、えー、ちょっと下を向いて、あれやっちゃったっていうね、顔をしてましたけどね。うん。まあそれがちょっとしたミスです。ただ、それ以外は、ミスなかったですよ。まあ、あの、プロトコル表とか見て、えー、細かいそのマークとかがあるかもしれませんけど、えー、雰囲気は非常に良かったです。すべてのジャンプ、トリプルアクセルなんかも幅の高さ。 素晴らしかったですしすべてのジャンプの質が高いと思いました、うん、またこう三浦佳生君たちとは全然違った、えー、スケートのタッチですよ、うん、あのすごく、えー、おっとりとさせてくれるというかこうおっとりって一番いいですねおっとりとさせてくれるっていうかねそういうスケーティングですねうん、えー、なんか僕もこういう風に滑りたいなってちょっと思っちゃいましたねうん これ2つ目の4回転サルコーの着氷ですね。2つ目の4回転サルコー、これ非常に綺麗に決まりました。多分回転とかも大丈夫な気がするんですけど、まあ、Q マークがついてる可能性もあるので、まあ、そこはプロトコル表後で見ていこうと思いますが、とりあえず良かったですね。本当に素晴らしかったので、えー、感動しましたよ。うんえー、ジャンプは全部良かったです。4回転サルコー2本決まりましたからね、だから。うん ただこの三宅選手ね、ジャンプだけじゃなくて、こういったスピンの柔軟性、スピンの見せ方、すごいですね。回転速度がすごいあの激しかったり、荒いわけじゃないんですけど、あのそういうわけではなくて、全く違った、こう、えー、もう王子様、王子様スピンというか、おっとりとして、しかも見せてくれる。スピンの一つ一つのポジションが綺麗。 と、えー、とてもで軸も美しししいいいですす素晴らしいと思います決してすごい高速でスピンで回るっていうタイプではないんですけどただおっとりと美しく高貴な感じがあったので、まあ、曲のせいとか衣装のせいもあるんですけどすごく良、えー、かったと思います。 ただ、案の定ですね、最後のステップの方で疲れが出てきてしまったのと、あの、その最後のステップの後のこのスピン、シットスピンの足回りですが、結構やっぱ疲れが出てきてしまったのが、スピードが少し落ちてしまったんですよ。で、あの、足を変えた後8回転回れるかなって不安だったんですけど、なんとかね、8回転回して、えー、すごい疲れてるんだろうな、頑張って8回転回して、8回転回すとレベル1上がるんですよね。で、だからね、なんとかこのキャノンボール、うん、キノコか、うん。 えー、キャノンボールだったっけなキノコどっちかなんですけど、名前、はい。このスピン、なんとか回って回っててね、すごいこう押してましたよ。あー、大丈夫かなってね。うん。でも、なんとか8回転回って、多分レベル4を取れてましたんで、まあ、スタミナっていうところがね、少しやっぱ課題になってくるかなと思うんですけど、でもそこも少しずつついてきてるかなと僕は思うので、えー、すごく良かったと思いますね。これ、最後のコンビネーションスピンです。こういった一つ一つのポジションがおっとりとして美しくて、また全然違った魅力があるので、 もう見てて飽きないですね。うん。ずっと見てたスケーターの一人で、今僕、あの、僕、こときで申し訳ないんですけど、えー、ちょっとはまってます。で、これ、最後のシーンなんかも、これね、あの、ダーってね、こうなるんですよ。曲がね、ルーンっていう感じで、こういう風になるんですよ。で、それもね、ゆっくりとね、さーっとね、おっとりとこうなるんですよ。これね、おっとりしてる感じがね、たまらなくいいです。 うん、もうたまらないっていう感じですよ。もう本当にね。これはね、皆さん、あの、あの、失神します。はい。えー、ぜひ見ていただいたら、昔はこういうことをすると減点になっちゃうんですけど、最近は良くなったのかなうん。本当にね、もう素敵です。素敵でしたね。うん。で、これ最後の得点出たシーンですね。えー、拍手をしてます。結構満足のいく出来だったと思いますよ。えー、技術点が81.59という得点が出てますね。はい。 えー、まあ、ここの辺はプロトコル表を見ていきたいですが、プレゼンテーションも78.76ですからね。まあ、これも7点台の後半から8点台が出てるのかなっていった印象を受けますよね。うん。で、ス,えー、っとスコアが160.35 160. ということになりました。で、総合上4位ですね。うん。すごい健闘しました。あと一歩でメダルも狙えるっていうね。そういう感じ。240点だったかな。うん。えー、すごかったですよ。うん。 本当に今後のね、この、えー、お二人も拍手してます、ねと。とてもね、満足のいく内容だったのかなって思いますよね。うん。長光先生と、えー、瀬名君のですね、今後のドラマ、プロ,、えー、とプロセス、えー、どうやって歩んでいくのか、とてもね、えー、ドキュメンタリー性があると思うんで、この二人もね、えー、高橋大輔さんと長光豊子さんの、えーまあ、ドラマがありましたが、また違ったドラマをね、見せていくと思うんで、うん。 すごく楽しみですね。うん、もう本当に楽しみです。はい、うん。大変です。